デニエル・デ・ロス・サント・スポランコは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2014年にアマチュアフリーエージェントで、シアトル・マリナーズと契約して、プロ入り。2015年、参加のルーキー級アリゾナリーグ・マリナーズで、プロデビュー。a エレット・アクアソックスでプレイし、 二球団合計で13試合に先発登板して6勝0敗防御率3.4771奪三振を記録した2015年11月12日にホワキンベイノワとのトレードでネルソン・ウォードと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した2016年は参加の A 級フォートウェインティン・キャップスと A 級レイクエルシノア・ストームでプレイし 二球団合計で26試合に登板して8勝5敗、防御率3.72位、97奪三振を記録した。2017年は a 級サンアントニオミッションズでプレーし、26試合に登板して10勝6敗、防御率3.78 138奪三振を記録した。2017年12月15日に、 フレディ・ガルビスとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2018年は開幕を参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで迎えた。7月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のニューヨークメッツ戦にて先発でメジャーデビュー。この年メジャーでは7試合に登板して1勝0敗、防御率4.74、15奪三振を記録した。 2018年は5試合に登板して0勝1敗、防御率7.36、9奪三振を記録した。2020年8月9日に DF となり、14日にマイナー契約となった。2021年5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。フォーシームは平均94.6マイルパーアワーを計測し、変化球では、 チェンジアップとカーブを投げる。ありがとうございます。